給水塔にペイントされたフローレンスやオールの文字フローレンスヨール。給水塔はアメリカ合衆国ケンタッキー州のフローレンス市に所在する給水塔である。同市の所有で貯水容量をおよそ3800立方メートル。週間高速道路の傍らに立っているため年間何百万人というドライバーがこの塔に目を止める。ヨールは君たちを意味する南部の口語で 南部鉛を象徴することされている。1974年に完成した当初、この給水塔には、近傍のショッピングモールの広告として、フローレンスモールの文字がペイントされていたが、州当局からこの広告が州法に定触すると指摘された。市当局は M の1文字を Y に書き換えることによって、安上がりに問題を解決した。この騒動の天末から、 この給水塔は、市のランドマークとなり、フローレンスヨールは、市を代表するフレーズとなった。フローレンスシンシナティルイビルレキシントンケンタッキー州、ケンタッキー州北部のブーンフローレンスの、市街西側にショッピングモール、フローレンスモールがある。フローレンスヨール給水塔は、このモールの東側に建っている。給水塔のすぐ東には、シンシナティから、ケンタッキー州最大の都市ルイビルや、 第2の都市歴新ン,ンに向かう週間高速道路が走っている。また道群ヘブロンにあるシンシナティノーザン県タッキー国際空港は塔のほぼ真北に位置する。塔の外装を覆う白と赤のストライプは頂上では中心に向かってスポークパターンを作っており飛行機に乗っていればどこからでも容易に見て取れる。M が Y に変えられる前の給水塔。 フローレンスモールはこの給水塔の近傍にあるショッピングモールである。当時としては先駆的な2階建ての屋内型ショッピングモールであり、1976年9月に開業した。1970年代初め、この場所にショッピングモールを開発しようとした業者は、その土地の一部を給水塔建設用地として市に寄付したが、その条件として、 高速道路のドライバーから見える要給水塔にフローレンスモールという文字をペイントすることを求めた。給水塔はペンシルバニア州ピッツバーグのピッツバーグデモインスチール社が建設し、1974年にバージニアエレクション社が塗装を行った。しかし、給水塔を広告塔として使うこのアイデアはいくつかの論議を引き起こした。 私有財産を四企業の広告に使うことへの反発もあり、まだ存在しない施設の広告を週刊高速道路のドライバー向けに設置することも危ぶまれた。さらには法的な問題も生じた。1974年7月、ケンタッキー州輸送局はフローレンス市に対し給水塔に描かれたフローレンスモールの文字は広告の高度を定めた州法よりも高い場所に 描かれていると通告し、市は、猶予期間内に対処することが必要となった。塔を塗り替える、あるいは巨大な防水シートで文字を覆うといった対処方法が考えられたが、いずれも大きな費用がかかるものであった。猶予期間の終わりが迫る中、市の職員たちは、ストリングタウンレストランでブレインストーミングを行った。その席上で当時フローレンス市長だった CM ユーイングは、 いろんなアイデアをナプキンに描いて見せた。そしてついに、モールの M の両脇の縦線を取り払って、幹を加え、Y の形にすることを思いついたのである。こうして、モールは、ヨールとなった。このアイデアは、当時、ユーイング自身も、陳腐な解決策ではあると認めていたが、費用はかからない。市は、オハイオ州シンシナティ近郊の WT マルクス社に472ドルを、支払い。 再塗装を依頼した。こうして修正のための塗装が完了し、塔はランドマークとして生まれ変わった。原則として、給水塔は5年ごとに洗浄し、10年ごとに塗装をやり直すため、現在見ることのできる文字はオリジナルのワインそのものではない。2011年の5月から6月にかけて再塗装が行われた際に行われたインタビューにおいて、ブーン フローレンス水道局の局長は、この塔は必要に応じて8年から12年を機きに塗装をやり直していると述べている。高速道路上から見た、給水塔このフローレンス容量をめぐる騒動で、ショッピングモールの知名度は上がり、単に受動的な広告塔であった時よりも、宣伝手段としては、優れたものになった。1976年秋のモールの開店日には、 フローレンスモールを訪れようと、週刊高速道路75号線から降りた、客によって、ケンタッキー州道18号線は、大渋滞となったという。給水塔はすぐにそれとわかるランドマークとなり、レイバーデーに、毎年開催される、フローレンス市の祭りもそれにあやかって、フローレンスヨールフェスタと名付けられている。フローレンスヨールのクッズは増える一方で、シンプルなエリショ バンパーステッカー、マウスパッド、ポストカード、T シャツに始まり、給水塔をモチーフにした首振り人形や、地元野球チームフローレンスフリーダムのマスコットキャラクター、給水塔のウォーリーまで登場した。フローレンス市のゴルフ場である、ワールド・オブ・ゴルフでは、ミニチュアのコースに給水塔のレプリカを設置している。フローレンスモールに新しくできた柔らかい遊具の、 キッズコーナーにもこの塔のレプリカが置かれている。ありがとうございます。